やめろと言われても今では遅すぎた。激しい恋の風に巻き込まれたら最後さ。やめろと言われても一度決めた心、この身を引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。もしも恋が、もしも恋が叶うならば、君は大河誠を愛してると表明したからではない。それによって僕が片思いの立場に立たされたからでもない。学校中の笑い者になりながらも昔の恩人に尽くそうとする君の勇気は尊敬に値する。しかし早乙女君、人を愛することは厳しいことなんだよ。それは戦いでさえある。命をあげてもいい。恋のためなら悪魔に心渡しても悔やまない。そんな俺に誰がしたと思う。この傷をつけたやつなんだぞ。分かっています。私なりに必死に償おうとしています。償うだと？気安く言うんじゃねえ。僕はな、大きせがましく少年刑務所から名門校にくら替えさせてもらった程度で、そんなもんじゃないんだ。恋のためなら恐れはしない。